はい、どうも皆さんおはようございます。続けて収録の方やっていくんですけれども、前回ですねチャプター1クリアしまして、聖子ちゃんとナミちゃんの物語を、終わったわけなんですが、その後にですねエクストラチャプターこちら出ましたが、前回ねプレイしてみたけどもちょっとこういいようなねエンディングじゃなくてロングエンドになってしまいましたので、もう一度ね挑んでみたいなと思います。その後で、まあ、チャプター2やっていく形に、ね、なります。まあそうですね、意図違いってことになっちゃったんですけど、私の名前は小笠原奈々。そうそう、奈々ちゃん。私は中学校の1年生だ。あとできることといえばポーチを取らないで出るぐらいしかないと思うんですけど、ちょっとこの辺ね前回も見たのですっ飛ばしていきます。どうしてこんな放課後急に目の で選択肢ってなんかそのポーチをね取るか取らないかってことしかなかったと思うので、トイレしたくて必要な時を、で非常にねこう短いチャプターエクストラって感じになってるので、やれることっていうのは限られてると思うんですよね。ちょっと一回出てみますか。気に悪いから出たいけど、ちはやちゃんのポーチ探さなきゃ。出れないのか。気に悪いから。出れない。じゃあなんだ、あと僕が前回したことは、っていうかここ男子トイレだよ。あ、なるほど、男子トイレだからもう一回出ちゃうみたいな。違う。気に悪いから。わかんないな。あ、そうだ、開けちゃダメな扉、僕開けたんだ、この左上の。開けるなーって言われてた扉なんですけど、これを開けないで、あった、これだ。開けないで取る、それとも取らない選択一回やってみる。取らないで見ましょうか。はい、見て帰るみたいな。違うか。じゃあ取るしかないのか。はい、取りまして、あとは戻れば普通に終わるんですけど、ここ、やっぱ開けちゃダメなんだよね。なんかあるとか？いや、ないよね。わかんないな。ダメか。ちょっと出てみよう。あ、変わった、流れ。開けるなーは、最初に開けちゃダメなんですね。お、なりちゃん。ナーナってこれあだ名なんだよね、ナナちゃんのね。ごめん、ナーナが遅いから心配で。平気？大丈夫、ありがとう。というか3人全員で行けばよかったのよね、あの1人じゃなくて。怖いならみんなで行けばよかったんじゃないのかな。そう、私は千早見てるから早く戻ってきて。へいへい。で、人玉が出てきました。人玉で、多分この人アケルナさんじゃないのかな、あっこから出てきたんで。よく見つけたな。最近は人が川屋に入っているのに。平気で扉を開ける輩なんていささかヘキヘキしていたんだ。なるほど。やっぱりそのご幽体になってからでもなんですか、その開けられるのはあまりよろしくないような感じでしょうかね。怖がりの僕だけど川屋は落ち着くんでね。なるほど。あの僕の親父なんかはですね、そのトイレで何ですか、お花を摘んでいる最中に鍵をかけないんですよ、なぜかお家で。他のところではかけるらしいんですけど、お家ではかけないので、僕がね、あ、じゃあトイレしようってバッて開けたらね中にいたみたいな、結構ね頻度であるんですけど、まあね、そんなことがありつつの、まあ、怖がりだけども、可愛い落ち着くと。この人、でも、死んでるんじゃないの？死んでても怖いものは怖いもの、怖いのかな？不思議。どうしてだろう。幽霊なのに、この人はなんだか怖くない気がする。あれ終わり？人玉はゆらゆらと淡い光を灯しています。それだけか。出ていいのかな。出ますか。じゃあナーナちゃん、ちはやちゃん見つかったよ。はい、これでポーチを渡してと、で自分で取りに行きなさいよってね、あの言われちゃうんだよね。ちはや、あんたさ、一緒だな。で泣いちゃうんだよね、ちはやちゃんがね。ちはやちゃん泣かないで、怖いのいなかったよ。あ、なるほど、
僕あれが前回開けちゃったから奈々ちゃんがあれを怖いと思っちゃって、このセリフを言えなかったって感じですかね。怖いのいなかったよということで。ただ今回はアケルナさんと意思疎通といいますか、いい感じでね交流できたので、まあ怖いものはなかったと。あの人は幽霊なんだけども怖くないみたいなことも言ってましたよね。周りにね人玉がいたの、話もしちゃった。マジやばくない？まあ普通に考えたらやばいよな。大丈夫だよ、優しそうな人だったし。会ってみる？はあ、私、会ってみたい。あれあれなんかな、なりちゃんは意外と怖がりなのかな。結構強気な子かなと思ったけど、どうなんでしょうかね。設定がわかんないよね、この子たちの。いきなり始まって、ポーチを見つけてこなきゃみたいになったんで。ここに来てから、もう何時間も私たち以外の人と喋ってないもの。うん。そしてみんなでね。本当だ。怖くない。君たちにお願いがある。僕の大事な紳士セットを勝手に持って行ったやつがいるんだ。この人あれかな？銀さんと同じ声かな？なんか似てないか声。紳士セットってなんだ？ハットとメガネなんだ。あ、なるほど。もし見つけたら持ってきてくれないか。困りますとかつって、いやでもそうですね、別に断る理由もないので、はい、で見つけたら待っているのですね。わかりました、待っててください。よろしく頼む。うん、あ、そして自由に動けるようになりましてと。よろしく。お引き受けちゃったからには頑張ろう。うん、まったくもう。紳士のメガネを発見せ。なるほど、これでお話が進んでいくわけですね。男子学生用かわやった、女子学生用かわやと。で、どちらも美しくしようのこと。こっちの方が見やすいのでね、手前とか奥側っていうよりかはこっちの方が分かりやすいと思うんだけどな。女子トイレにはないよね、さすがに。うん。ん？壁に落書きがあります。右を見ろ。右？え？なんもないぞ。右？右を見ろ。どういうこと？右？右を見ろ。左を見ろ。左？そっか、順番で見ていけばあるってことか。でも星型サングラスってこれ違うよね、多分。メガネって言ってたっけ？一応取っといた方がいいのかな。取るか。星型サングラスを取りました。なんかこれ着こなすの難しそう。じゃあこれじゃないと。うん。女子トイレの謎っていうのはそれぐらいでしょうかね。鏡に子供の血の手形がついています。なんだよもう。であれば他のものですね。ここ多分出るしかないと思うので下降りてみましょう。で、これどこに出るんだっけ。板切れは床板にしっかりと挟まっており取ることができません。降りてみようか。降りると理科室であるとかね、保健室があったと思うんですけど。わお、なんだ、不思議な力に跳ね返されて前に進めません。ってことはこっち関係ないのか。じゃあこちらですね。あれ、あ、こうか。で、教室に入るしかないのかな。あ、入れないな。あれ進めない。あれとなるとどうすればいいんだ。ハッ
となくないか。一回私に行けばいいのかな。ちょっとじゃあね、星型サングラスを渡してみましょうか。こちらですね。で、人だめに星型サングラスを、見せてみました。人だました。唇を出して静かに首を振ったように見えます。まあこれじゃないもんね。お気に召さないのか。この人のじゃないよね、やっぱり。これによって下進めるようになるとかそういうことではないのかな。てかなかったとしたらどうすればいいかもう早くも分かんないんだけど。うわあ、これあれですね、赤い人玉なんで悪い人玉なんですけど、話した方がいいのかな。なあ、聞くだけ聞いてみるか。探し物かい。下の階にはないと思うよ。探し物かい。つまりは下の階にあるってこと。こいつは悪なんでね、嘘しか言わないと思うんですよ。なので下の階行ってみようか。まあどうせ他にね行くとこもないので下にあるっていう考えしかないんですけど。左にいるやつは嘘つきだよ、信じちゃダメだよ。ってことは左にいるやつを信じればいいのか。左、あ、こいつか。下にいるやつは嘘つきだよ、信じちゃダメだよ。ってことは下にいるやつを信じればいいんだな。いいのかなこんなんで。わかんないけどさ、とりあえずやってみないとね、わかんないので。下にいるやつ、いねえぞ。あ、こいつか。保健室は開かないみたいですね。跳ね返されちゃうのか。え、じゃあ最終的にこいつを信じればいいのかな。上にいるやつらは本当のことを言ってるよ、信じなきゃダメだよ。ということは上にいるやつらはみんな嘘を言ってると、信じちゃダメなのか。寄り道をせずに今このまま北へ戻って上の階へ登るといいよ。やべ、分かんなくなってきた。これ信じていいのかな。いやでもこいつ悪だからな。で下何あるか分かんないんで、とりあえず下行ってみようか。ここは何もないと。あ、進めない。じゃあ戻るしかないから、あいつの言ってたことに従うしかなかったみたいですね。まあ仕方ない、じゃあ戻るか。このままねずっと上に進んでいくんですが、多分それでねお話進むと信じたいんですがどうでしょう。まあとりあえず上がってみないことにはね、何も分かんないので、とりあえずもう一回戻ってねお話ししてみましょうか。こちらですね。で、トイレにもう一回入ると。いやでも本当に何もなかったの。あ、ダメだ。あれどうすりゃいいんだ。じゃあもう一回一通り話して聞いた方がいいのかな。探し物かい。下の階にはないと思うよなんで、下の階にあるんですよね、やっぱり。下の階のどこだ。もう一回順でちょっとやっていきますね。左にいるやつは嘘つきだよってことなんですけど、こいつ下にいるやつで、下にいるやつは嘘つきだよでしょ。下がラストなんですよね。であいつだけはちょっと違うようなこと言ってたので、今回あいつに従っていこうかなと思います。こいつですね。上にいるやつらは本当のことを言ってるよ、信じなきゃダメだよ。寄り道をせずに今このまま北へ戻って上の階へ登るといいよ。じゃあ寄り道せずに今このままね北へ帰って上の階に戻りましょう。それ以外にできるようなこと多分ないと思うので従うしかないですね。これでどう。上の階に戻る。はい、戻ってきたけどイベントは特にないですね。これでいいのかな。ダメだ。じゃあどうすりゃいいんだ。詰まったぞ。どうしよう。あとだってできることないよね。跳ね返されちゃうんであればどうしようもないしな。探し物かい。この謎を解けないとダメってことか。どうすればいいんだ。寄り道をしないでだよね。寄り道してから帰るとか。下にいるやつ
味わかんねえな、こいつらの言葉にも惑わされてるね。どうしよう。もう一回降りてみようか。多分進めないと思うけど、エクストラの方が謎解きだとかね、そういうのは難しい感じなんでしょうかね。ダメか、端から行けば行けるとかじゃない。あ、ダメだ、完全に通れませんね。じゃあここはまだ行けないのか。どうすればいいんだ。星型ピースサングラス、上級者向け、ドレッドヘアにとても似合う。どうしようかな。上にいる奴らは本当のことを言ってるよ、信じなきゃダメだよ。本当のことを言ってないってことだとしたら、寄り道をせずに今このまま北へ戻って上の階へ登るといいよ。寄り道してから登ればいいんですかね。寄り道してもどこもドア開いてないんで寄り道でいけないですよね。こいつに話しかけてから行けとか。左にいるやつ、そういうことじゃないのかな。下にいるやつ、わかんねえな、どうしよう。これでどう。なんかダメそうだな、あれどうしよう、詰まったな。はい、違う。どうしましょうね、ぐだってるぞ。あとできることだってなくないか。やっぱりあいつらの謎を解かないとダメなのか。でもな、どうすればいいかよくわかんないしね。なんもないか。あ、右を見ろ。で、これ順番にやっていくと、あれ、右を見ろしか出ない。まあもうなんもないってことかな。じゃあつまったな、どうしよう。一応時間はねもう少しあるんですけど、でもな、どうすればいいんだ。探し物かい。下の階にはないと思うよ。本当に下の階になかったとしてもここも全部探し尽くしたんでないんですよね。まあ壁とかね、そういうとこにあるんであれば話別ですけど、でもな、多分ないと思うんですよ今は。一応丸連打しながらね、探してるんですけど、特にあんまないですね、やっぱり。やばいな、どうしよう。男子トイレもう一回行ってみる。ないですね。ヒントが少なすぎるんだよな。どうすりゃいいんだ。ないな。メガネもハットも見つけれてないですよね。わかんないですね。どうしようかな。探し物。あとやってないことは何だろうか。階段にあるとかじゃないな。わかんないぞ。どうするんだ。で、これ取れないんだよね、板はね。で、教室にも入れないとなると。左にいる。もう一回下のやつ話してみよう。ないな。あと行けるとこもないしな。どうすればいいんだこれ。わかんない。上にいる奴らは本当のことを言ってるよ、信じなきゃダメだよ。上にいる奴らは本当のことを言ってないとしたら、右側にいた奴は左が嘘つきだって言って、これが嘘つきではないとして、左にいたやつは下にいたやつは嘘つきだって言ってるから、下にいたやつはもう嘘ついていない。ただこいつは上にいるやつら本当のことを言ってると言っている。分かんねえな、どうするんだ。寄り道をせずに今このまま北へ戻って上の階へ登るといいよ。上の階へ登る、寄り道をせずに。
なんだろう、最短のその歩行数で行けばいいとかそういうことですかね。はい、こうじゃないのかな。全然わかんないね。ダメだね、進んでないな。どうしよう。まあ別にこれ今やる必要ないと思うので、チャプター2やっていきますか、素直に。次回からは、ちょっと今の段階ではわかんないので、そういう流れでねやっていきたいなと思います。じゃあお時間来ましたので、今回はここまでといたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。次回パート11の方でね、またお会いできればいいなと思います。まあ多分チャプター2からね始める流れになると思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではね、今回はここまでです。また次のパートでお会いしましょう。その時までさよならです。バイ。